ブラックスピネルは日本の競争馬である。2013年2月14日、北海道有仏軍阿比町の農山ファームにて生まれる。牧場でのトレーニングを積んだ後、2歳児に立東トレーニングセンター所属のおとなし秀隆たか社に入居する。2015年7月19日、第3回中京競馬第6日目第5競争の2歳新馬戦にて、松若風馬を安城に、 デビュー戦を走り、一着入戦を果たす。その後二戦目から、オープン入りし、デビュー三戦目のハギステークスではその後に重傷を参照、するスマートオーディンを抑えて一着となる。2015年12月27日には、第5回中山競馬第8日目の重傷の、ホープフルステークスに挑むも四着と敗れた。2016年、 明け3歳となった初戦の若駒ステークスでは 57kg を背負うも、その年の東京優秀を制覇するマカ引きの3着に食い込むが、スミレーステークス、京都新聞杯の2000は2着、4着となる。5月28日の白百合ステークスで1着となった。3歳秋からは中距離、マイル路線を走るようになり、富士ステークス、チャレンジカップの重賞に競争を走ったが、 思うような結果が出なかった。2017年、明け4歳となった、正月競馬最初の重賞である、京都金牌に、出走、6番人気ながら、安城の福永祐一の後期場もあって、エアスピネルとのつばぜり合いに敗れはしたが、花さの2着となった。そして2月5日の東京新聞杯では、ミルコデムーロが、事前の予想を裏切る形で逃げを打ち、 スローペースに落としてのレース運びで束を封じて、重傷初勝利を挙げた。一口場主には、タレントのカンニング畜産等がいる。2020年4月、虚勢され馬となる。10月31日、障害レース転校となった初戦で、右大腿骨滑車粉砕骨折により競争中止、予後不良となった。以下の内容は、ヤビスサーチ及び NETKEIBA.com。 に基づく、ありがとうございます。